YouTube でさ、最近流行ってるものって、最近でもないね、3年ぐらいから流行ってるもの、なんだと思う？そうだね、ガチャだね、ガチャ。ガチャって何が出るかわからないから楽しいものない？ちょっと似たような感じで、何をさばくかわからないから楽しいっていうのがあるじゃん。ということで、2種類の珍しい魚を買っていきましたー。俺側がヨスジダイっていう魚で、奥側がキツネダイという魚でございます。とりあえずね、詳しくは封を開けてみないとわからない。ヨス時代、そしてキツネダイ、じゃん。うお、はい、こちらがヨス時代という魚。あ、でも見た目が綺麗、綺麗なお魚でございますね。まずはキツネダイからいっちゃおうか。ちゅうことで、ほい、はい、まずはあのキツネダイから締めていきたいと思います。すごい牙、クシッ、マッチョーまな板の恋、キツネダイ、わあ、ワップ、よし、手っ取り早くこのキツネダイをさばきます。鱗はまあ皮引くから取らなくていいかな。ちょっとね、大きめの鱗なんだよね。まあいいや、まあ恒例のごとく、あの頭を落として三枚おろしですね。うお、キツネダイっていうだけあってキツネっぽいんだよねね、ほら。で、今回は刺身にしたいから、もうね、このまま三枚におろして皮を引きます。うわぁ、痛い、噛まれた、マジでやべえ。うわぁ、暴れん坊やっていくぜ。うわぁ、ピュー、ワピュー、ワピュー、よし、もうここであのエラと内臓取っちゃう。まさかの超暴れん坊でしたね。俺はね、こいつに指噛まれたよ。やばくね？こいつの歯、待って、牙がね、割と鋭い、見えづらいかな、結構ね、痛い、噛まれると。うえぇー、さばいていきたいと思います。まあ、模様だけでも珍しいわな、かなり。ウィーン、3枚におろしていきましょう。ほっ、おぉ、あれ、キツネダイよりさばきやすいぞ。中骨に反りたくて、もちろん硬い骨はね、あの調理わさびで取っちゃいます。やっぱりあれだね、あのヨスジフエダイの方がキツネダイよりさばきやすい。すげえ身がブルブルいってる。これできました。こっちがキツネダイで、こっちがヨスジフエダイ、いただきます。キツネね、タイプヒラメ、キツネだけどもすごくこのヒラメの感じがしていいね。淡白な白身魚分類、一番多い分類にあれするやつね。今回の暴れん坊でございます。いただきます。多分ね、目をつぶって食べたらどれも同じ。